はい、知床です。コールオフクトゥルスをね、やっていきたいと思います。もう一周してきました。で、4つのエンディングのうちのね、最後の一つをね、これからやっていこうと思います。一応このエンディングがおそらくトゥルーエンドに当たるのかなと思ってます。エンディングの条件としては、まあ一番はあれですね、トラウマを少なくしてね、小気度を保っていく。小気度を高く保つことによってこのエンディングが導けますね。まあルルイエ語を使わないであったりとか、空気に捕まえられない、リヴァイアさんを見つめない、クローゼットに入らない、地下に入らない、地下とかクローゼットに入ると暗闇でね、小気をどんどん失っていくんで、地下とかクローゼットには絶対入らないのがまあ重要ですね。あとはお酒を飲み続ける。お酒はね、何個か飲む必要があるのは3個だったか4個あるんですけど、お酒はまあ分かんないんでね、全部飲んどくのケア の飲んどくのケア 飲んどくのが正解ですね。で、ルルイエを選択しない。ルルイエ語を選んでしまうとね、正気がどんどん下がっていくんでね、これですね、これ選んじゃうと正気が下がっちゃうんで、絶対選ばないようにしてください。まあ、正気度を保っていれば、いくつか選んでもいいとは思うんですけどね。まあ、このエンディングに行きたければ、選ばない方がいいですね。で、あとは、アルジャノン・ドレイクを絶対助けておく。ことですかね。10章でね、ドレイクが空気に連れ去られる瞬間があるんですけど、それをね、ランプでね、光を当てると、助けることができますね。で、前回はね、ここに自殺エンドがあったんですね。で、自殺のやつはあれでしたね。正気を一番低くしておく形ですね。で、俺が儀式を行うが、デフォルトのエンディング。クトゥルフが召喚されて、人類が争い合う。で、反撃の儀式を行うが、アルジャーノを助けておけば選べる選択肢ですね。はい、じゃあね、行きましょう。I can't let you do this. どうなるんですかね。前回自殺した。これ、サラかピアースが生きてると、クトゥルフ来ちゃいますよね。え、何？サラ、自分で刺した。あ、違う。ハラって言っちゃう。サラが腹の、ナイフを腹に突き立ったかと思っちゃった。銃を捨てましたね。 No one can force you. え？サラ完全にじゃあ乗っ取られてたわけじゃないのか。あ、そうだ、やっぱり。あ、やっぱサラ死ぬんだ。これ自殺するな。あ、どっちかは絶対助けられないんだ。そしてアルジャノン・ドレイクが いる気配がないっていう どっちでもいいようにムービー作ってるのか。サイモン 切ない、サイモン。光が。顔やばいっすね。もう、正気失いかけてる。光が当たった。サイモン サイモンの人形が。これは、切ない。助けることできなかった。まあそうだよな。まあ、この手のゲームというか映画とかね、小説っていうのは、まあ、こういう結末ですよね。しょうがない。もうクトゥルフ系のゲームをやる時点で、こういった結末は避けれないですね。ああ、はい。皆さん、長い間ね、ご視聴ありがとうございました。いやー、このゲームね、やっぱ面白かったですね。海外ではね、結構評判悪かったんですけどね。やっぱこの会社が作るゲームって、推理もの
のこういうパズルとかね、推理とかしていくっていうゲームばっかり作ってる会社なんでね、やっぱその辺はよくできてましたね。絶妙な難易度だったと思います。わからないほどではなくて、全然ないパズルとしては簡単なぶりだったんですけど、それでもちょっと考えないとわからなかったりね、それでも誰でも解決できるような作りになってたかなと。でね、海外で評判悪かった原因があれですね、ストーリーが短い、プレイ時間が短いっていうところがあったかな。まあトロフィーコンプリートまでね全部やって2周目スキップしながらやるとだいたいね4時間かかるんですけど、全部通して20時間程度でねクリアできたんで、まあやっぱ短い部類に入るかなと思いますね。であとは結局選択肢がいくつもあるんですけど、その選んだ選択肢によってあまり差が出ないっていうのがやっぱり評判悪かった原因ですかね。特に TRPG が好きな人たちっていうのはその辺が嫌だってなんか語られてましたね。であとはね、パラメータが結構死んでたかなっていう印象ですね個人的には。目星と調査を上げとけばもう終わりみたいな感じでしたからね。筋力も心理学も話術もね全部生きてこなかったですね。結局それ上げてたからといってその選択を選んだことによって状況は変わるかっていうと、そこまでね大きな変化が現れなかったんでね。心理学は考察は飲みましたけど、結局その考察によって状況は変わるかというと変わらなかったし、話術も、まあ、他の NPC を説得に成功してね協力することができた、させることができたとしても結局変わらなかったですからね。でオカルトと医学に関しては何の状況も変わらない。まあ、ストーリーをね深く知る上でね重要なスキルではあったかもしれないですけど、それによって何か変わるかというと変わらなかったですからね。まあ、その辺をもう少し作ってもらえれば、まあ多分落とし込むのが難しくてここまで多分切ってたんだろうなって印象ですね、作ってる過程で。で残ったものがこれだったっていう形ですかね。いや面白かったですね。まあ、このエンディング4つともバッドエンドに近いものがありますけど、これを結局まあ受け入れられない人っていうのは多分この手のホラー映画とかホラーゲーム、ホラー小説っていうのはちょっとやっぱりプレイできない人たちなのかなって思いますけど、まあ受け入れる人にとっては多分ストーリーに関してはもうバッチリでしたよね。めちゃめちゃ面白かったもんね。さあ最後のエンディングのシーンですね。サラの文字ですかね、あれサインが書いてある、どこだろうこれ、事務所かな、ピアスの酒瓶、酒瓶、酒に溺れてんだ。まあ生きて戻ってくることができて、何やってんだこれ、絵を見てる顔、あーダメだピアスは、あーなるほど、サラは自分が死ぬことをもうすでに予期して書いてたんですね。でそれをもうピアスに届けてるいやーなるほど、これは切ないですね。いや続編っていうかね、またこの会社にはねクトゥルフ系のゲームを作っていただきたいですね。いや面白かったです。はい、じゃあね、今回はというかね、コロフクトゥルフはねこの辺で最後にさせていただこうと思います。次ですね、6月にザ・シンキングシティっていうクトゥルフ系のゲームでね、もう一個別の会社からね出るゲームがあるんでね、それはねやっていきたいと思ってます。なのでね皆さんまた会いましょうそれではですね、この辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。